残念ですね。今日も命中弾ゼロです。本当に全部避けてんのかよ先生。当たれば先生の細胞を豆腐のように破壊できる。修行のベルが今日も鳴る。ぬるはい、ここで問題です。なんで僕らがこんな状態になったのか。私が月をやった犯人です。関東直入に言う、この怪物を君たちに殺してほしい。地球をも破壊する。いや、なんでこいつの狙いはわからん。中村さん、暗殺は勉強の妨げにならないときにと言ったはずです。幸いなことにこいつは君たちを舐め切っている。見ろ、君たちには舐めているこいつの隙をあわよくばついてほしい。残された時間は1年。僕たちがこいつの暗殺に成功しないと。麻婆の本場四川省まで10分くらい。所詮俺らE組だしな。僕ら E 組は少しだけ普通と違う。余裕な時は緑のしましまなのは知ってるよね。いいこぶってんじゃねえよ。俺らは E 組だ。抜け出すんだよ、このクソみてえな状況から。おかえり先生。みんなから暗殺のターゲットにされるってことは。かけた人は先生のところへ持ってきなさい。ぬる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 うるせえよ。つけていいんだ。昼食の後で僕らが眠くなる頃に。人間が死ぬ威力じゃねえよ。君ら三人だろ。5秒間で皆悟った。地球の裏でも逃げられないと。君の肉薄までの自然な体運びは100点です。ターゲットである先生からのアドバイスです。あなたの先生は殺される気などみじんもない。地球を爆破されるその前に先生を殺します。アメリカでも月の話題ばかり。おはようございます。そんなわけで先生は月を7割蒸発させた怪物。100億円。殺せない先生。先生、今日は用事があるのでこれで失礼します。読めねえじゃん。やっぱお菓子がいいよね。っていうか放っておけば来年3月。なんで先生が地球を爆破しようとしているのか。磨いておきましたよ杉野くん。殺す先生、前はね。前は遅いんだ俺の弾。まさか昨日の暗殺を根に持って絡んでたり。どういうことだよ。君の体では彼のような剛速球は投げられません。そうですね、鍛えれば彼を大きく上回るでしょう。渚くん、先生はね、ある人との約束。ノートの裏に変な問題書き足すのやめてくんない。うわ、うん、痛い痛い。大切に育ててやっと咲いたのに。なぎさ、何メモ取ってんの。何これ。役に立たないね。奴の監視はもちろんですが、生徒たちには技術面、見返りとして国が大金を積んだしな。だが都合がいいのは確かだ。学食もない、便器も汚い隔離校舎で、俺らからも先生からもクズ扱い。煙が丘の偏差値66。切り離されたエンドたちはハマったものではないだ。ハンディキャップ暗殺大会を開催してるの。このハンデをものともしないスピードの無駄。明日出す宿題を2倍にします。死せ。この学園で生徒の顔が最も生き生きしているのは晴れた午後の運動場に響く掛け声。それでは反復横跳びをやってみましょう。勉強も暗殺も同じことだ。基礎は身につけるほど役立つ。少なくとも暗殺の成功率は格段に上がる。どうだろうね。よう、渚くん、久しぶり。あれが噂の殺先生。すっげえ、本当にタコみたいだ。初めてだ、この先生に。この E 組にはそういう生徒も落とされるんだ。ああ、もうブニョンブニョンうるさいよ。これは失礼。こら、そこ。テスト中に大きな音立てない。溶けないように苦労して寒い成層圏を飛んできたのに。それが嫌なら俺でも他の誰でも殺せばいい。じゃあね
先生、明日も遊ぼうね。人とぶつかるために使ってしまう。死んでも嫌なんだ。タコ？むしろ逆かな。俺さ、嬉しいんだ。計算外です。コロ先生と間違えて殺しちゃった。わかりました。先生はね、手入れをするのです。そんな割り切れないお悩みを持つあなた、どうです、フワさんの班はできましたか？あ、ワイルドになってる。私はそろそろ退屈し始めていた。どんな手を使っても一人じゃ殺せない。変なとこで死なれんのが一番ムカつく。カルマ君、命を懸けて生徒を守ってくれる人。大丈夫先輩、3のE。いい組なんぞの肩を持って未来あるものを傷つけた。俺の方からお前の転級を申し出た。おめでとう赤羽。えっ、カルマ君、見捨てるという選択肢は先生にはない。報復用の手入れ道具はまだたくさんありますよ。じゃあ帰ろうぜ、凪沙くん。いいから来い。ああ、今日から来た外国語の臨時講師を紹介する。仕方ありませんね。なんかすごい先生来たね。いや、普通はデレデレじゃないか。僕らはそこまで鈍くない。この時期にこのクラスにやってくる先生、美貌に加え実に10カ国語を操る対話能力。私はプロよ。授業なんてやる間もなく仕事は終わるわ。一度本場のベトナムコーヒーを飲んでみたく。塩田渚ってあんたよね。あとで教員室にいらっしゃい。殺すわよ。気絶するほどうまいキス。未知の生物を殺す仕事は初めてだけど。闇討ちするならタバコをやめた方がいいよ。ビッチビッチうるさいわね。怪しい3人組を呼び込んだそうだな。そんな計画は聞いてないぞ。それでね、コロ先生、お話があるの。コロ先生、あんな見え見えの女に引っかかって。カラスマ先生、相手は未知の生物。そんな私は変な女だと思います。さようなら。寝る。その違和感に鼻が思わず開いてしまう。私の暗殺者への報復は。健康的でレトロな服にされている。どんなことだ。必死だね、ビッチ姉さん。それに聞けばあんたたちE組ってこのままここで暗殺を続けたいならな。マッハ20なんだから問題作りぐらいすぐでしょうに。生徒たちも見てみろ。もし暗殺者と教師を両立できないなら。 You're incredible in bed。 外国語を短い時間で習得するには。いやー、すみませんね、手伝ってもらって。ねえ先生。はい。ここには慣れた。まあね。あ、授業を始めますよ。はい。あの先生、どうかしましたか、奥田さん。真心込めて作ったんです。真心。いや、なんか角生えたぞ。今度は羽が生えた。何に豪華な顔になってきたぞ。いきなりどうした。後で成果を聞いてみよう。俺はターゲットじゃない、遊ぶな。つまんない男。ここはそういう場所だ。言葉の良し悪しとか人間の複雑な感情表現とか。そうですね。ではそんな君に。相変わらずコロ先生って熱いな。自分を殺す毒薬か。先生の好きな甘いジュースで毒を割って、はい、毒を渡す国語力も鍛えてください。急げ、遅れたらまたどんな嫌がらせされるかわからないぞ。やあみんな、クヌドンだよ。クヌドン、うわー、おかしだー。カラスマ先生、焦らなくて、今のペースなら休校舎に待機させている。先生だけのけもの、ポッチ先生。なぎさくん、どうしようもない誰かさんたちみたいに。なるほど。私は常にゴールで動く。見て見て。うん、動く。カラスマ先生、何しに来た。何じゃないわよ。今その手帳お姉さんに渡しなさい。これいい。羨ましい。ごめんなさい、3のEの分忘れたみたい。では続けます。全校の場に顔を出すなと言っただろう。なんか刺してねえか。
集会中に笑ったりしてよ、周りの迷惑考えろ。殺すぞ。あ、なんだ今の。